別格。ドイツ戦で証明、スーパートミヤスのタッチ集に合わせてトミヤスの反応まとめてみた。ハバーツニッコニコやん、負けるなんてさらさら思ってない顔やな。今日のトミヤスは素晴らしかった。エリア内でもきちんと対処、ラインも割らずに、ほんまパーフェクト。トミヤス当たり負けしないプレミアで鍛えてる。速い強い高い。ディフェンスだけじゃなくパスもすごい。執念がすごいな。かっこよすぎる。バカつえー。サネもヤシだからね。しかしトミヤスもすごい、さすがプレミア。フィジカル強すぎる。トミーエッグー。これアーセナル声です。もはやミンジェの後釜でバイエルンからオファー来るやろ。怪我してる間にフィジカル強化してたんだろうな。彼が怪我をしにくいフィジカルになったらもう一つ上の次元に行けそう。怪我だけしないで次のダブルハイ迎えてください。スピードも高さもありフィジカルも強く両利きで足元もうまくボールロストもしない。さらにアーセナルのアルテタ監督にゲームメイクまで仕込まれた日本代表歴代最高のディフェンダー。トミヤスの安定感すごかったな。アーセナルでサイドバックやってるのがもったいなく感じた。それでまだ24歳。アビスパに戻ってきてほしい無理かしょぼーん。こんな選手があと何年も日本にいてくれるの心強すぎ。これがスーパートミー。トミヤス、三笘、久保はやっぱり別格だよな。この時我が家めっちゃ盛り上がりました。サネ吹っ飛んでった。これは MVP。頼りになりすぎる。リーサルウェポン感半端ない。ダンプカーやん。関係ないけどサネの膝血まみれだった。アーセナルで同じポジションのジンチェンコでは絶対にできないプレイ。トミヤスは今自信に満ち溢れてるんだろうな。今シーズン怪我なしでこのまま走り切ってくれ。これはサラーの逃げ出すトミヤスですわ。